はい、皆さんこんにちは。ピアノ屋 .com の石山です。ロレックスの KR22 が届きました。このロレックスのモデルの中でも私これ一番好きなんです。なぜかというとね、小型で、猫足で茶色くて、このちょっとした模様が入っててね、おしゃれなんですが、ちょっと見てくださいね。今日ね、今運勢さんが持ってきたばっかりの、もうピカピカの届いたばっかりです。であまりにも綺麗なのでちょっとびっくりしてるんですが、猫足可愛いでしょこれね。小型の可愛らしい猫足で、こういうロレックスの茶色いね、焦げ茶色のちょっと高級な色です。ちょっとこう傷ありますね。これありますね。他はそうでもないですが、ここのね、これちょっと彫ってあるでしょう。このデザインがね、結構私好きなんですけどね。はい、救急車が来てます。関西ではね、救急車が来たら、おお、お前迎えに来たぞって大概言うんですけどね。まあそれはどうでもいいですが。KR22 ロレックス2060という製造番号です。でこれは小型なのにアグラフがついてるって、高級なね、アグラフがついてるモデルです。中はこんな状態、結構綺麗ですね。状態いいですね。これはちょっと、狙い目かもしれませんよ。ね、やっぱり見た目も可愛いしね、ピアノは芸術品ですから、やっぱりこういうデザインもすごく気にした方がいいと思いますけどね。さて、どんな音がするのか聞いてもらいましょう。ちょっとここで置きます。スマホですからこけそうですが、いいかな。まず中央、明るい音、おお、ようなりますね。低音、ちょっと音狂ってますね。いかがですか。あんまりモコモコとこもった音が嫌いな方はこういうクリアな明るい音好きだと思いますね。音色を調整する静音ということをやれば、もうちょっと柔らかい音にすることもできます。それもお好みに合わせておっしゃってくださいね。今日たった今届いたばっかりの KR22、 こんなピアノ待ってたんだって方はね、すぐにお電話ください。それではさよなら。